プロスペース。さあ、ということで、来ました。第3弾、ベストライン、タイトルホルダー、ガチャ。ということで、ただいま、火曜日、朝の、グッドモーニング、終わりの車の中で、早速、撮影しておりますけども、待ちきれないっていうね。あと家じゃそんなに叫んでいけないので、車の中で喜びを爆発できるガチャを引いていきたいと思います。今回一番欲しいのは、やはり全プロスピユーザーが思ってるこちらの方、柳田です。柳田欲しいですね。ミパ同地全部へ。しかも、アーティスト、広角打法チャンス。これも大本命、柳田。シュートもね、このポジションがいっぱい守れるっていうところで、で、足もあるダイソー要員としてベンチに置いときたいから、シュートも欲しいですね。で、平、ね、増田ストレートがね、動く。浅村いいね。ね、特殊で守備 B。西川、走力 S になる。ね。で、太田も欲しい。太田ももう極みにできるんで、持ってるんでいっぱい。あ、菅野欲しい。菅野もすぐ、極めにできます。菅野も欲しいなぁ。岡本。めっちゃ写真かっこいいじゃん。岡本もすぐ極み。梅野も欲しい。阪神枠がちょっと薄いんで、梅野も欲しいですね。すぐ極み。アニバーサリーで、梅野の映画めっちゃ出てね。めっちゃ持ってるんで。あ、大野。なんか噂によると、大野のツーシームが横の変化に変わるから、今回このツーシーム、ひょっとしたら最後になるんちゃうのかっていうね、ところでこの大野も欲しいですね。ビシエド。まあ、ビシエドいるんだよね。大島。あ、ミート総力。同地。佐野。あ、今回の一番欲しいのは柳田。これも大本命。次に欲しいのは浅村太田、梅野、周東、大野。結構今回多いからね。でもまあ大体当たるね。で、しかも前回が、第2回が、タイトルホルダーベストラインを、だから3回確定だから、4枚引けて、で、普通の S が多分2、3枚引けたから、6、1枚引けてんだよね。だから今回も欲は言わないです。ベストラインタイトルホルダーを4人引きたいね。だから全部で S5 枚欲しい。9回中。これをノルマとして。で、だから自チームは、ソフトバンクに変えとこう。これもロッテが誰もタイトルホルダーベストナインでいないっていうところも、ロッテ純正を目指してるユーザーからしたらちょっとね、おいおいって感じだから、2021シーズンはね、頑張ってもらいたいですよね。さあ、ということで、まずは、30連、行ってみましょうか。レッツゴー。普通の真っ暗夜空。投手君、レッツゴーからの金縁。レインボー来てほしいね、レインボー。もう一回、打っちゃって最近、自チーム確定演出が全くないんだよね。本当に。一回目、これ、ウォーミングアップか、ピッチャーばっかり、浅村。お、島内。金子、京田、森下、まあ、ウォーミングアップかな。菊池、まあ、1回目はウォーミングアップとして、2回目いこう。柳田出てるよ、カモン。あー、渋い。お、ノーマルからのここで終われ。あー、行っちゃった。これ行っちゃったらダメなんだよね。お、来た、確定。さあ、カモン。30% の確率よ。いらっしゃい。さあ、カモン、どこで来てくれ。30% の確率で。もうすぐか。柳田、このまま。来い。あー、森。不普通。でもまあいっか、森、キャッチャー、打てる捕手。おお、もう一回来たんかと思った、ヒギンス。くぅ、30% 当たらず。まあでも森だからね。オッケーオッケーオッケー。さあ、確定。さあ、一人目、誰かな。
トーチコンレッツゴーからの、さあ、2枚引きとか来ないかな。打っちゃって打っちゃって、最近全然もうサチコも原因しな。さあ誰だ、2枚引きあんのか、ないか、1人かカモン、柳田、ビシエド、まあまあいいでしょう、ビシエドはねいるんで継承します。さあ続いては40回目です。確定外で来てほしい。ああ。お、調子くんレッツゴーからのレインボー来てくれ、もう一回、ああ。打て、そろそろ、まあ俺のチームの調子くん絶対打てへんな、笑え、ノースマイル、お、おびっくりした、松山の絵も俺結構持ってんな。ビシエド、さあ中田翔、お、いいね、中田翔ベストラインで取ったからね、前回のやつで A は嬉しい。さあ5巡目、さあ行くよ、月も出えへんな、ほんま。お、調子くんレッツゴーからのレッツゴーからのレッツゴーからのもうレッツゴーの信憑性も最近なくなってきたな、ほんと。起きた、確定、レッツゴーから確定。さあ 30% 引いてくれ、打って 30% 来てくれ、当たってくれ、 30% 来てくれ。さあもうすぐか、 30% 当たってくれ、長谷川当たらんな、お前 30% 当たらんな、シュート当たらんな、 30%。 さあ6回目、2枚引き欲しい、お、突き出てるよ、普通からの普通、これも1枚引きか、1枚引きか、もう打て、もう打ってくれ、ああ空振り、柳田勇気どうなの、おー、ちょっとびっくりした、おも、お、森欲しい、これで森極み、おー、松原、ドッキリする、こう、柳田、太田、オッケー、太田、オッケー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 、いいよ。太田、これで極み。いい感じで引けてんだけどね。さあ、ラスト30連。だから、ここまで、だから4枚引けてんだよ。だから、引く確率はいいんだよ。よし、じゃあ、この30連でも S2 回行こう。で、1回は、ベストナインタイトルホルダー来てくれ。流れてくれ、星、流れ星。月からの、お、調子くん、レッツゴーで、金で、そんでまだレインボーか、レインボー、ああ来ない、打ってくれー、飛べへん、飛ばないのか、飛ばなかった、あるとかないのか、おお無理か、今度頑張った、ふー厳しい、お丸、おいいね、嬉しい、ここはさあ、あと20連。最高よ。流れ星。くーくー、これは寂しい演出だよ。これもうないわ。どうだ、どうせ空振りやし。飛ばへんのんちゃん、下手した。ほら。厳しい、これダメやろ、しまち、厳しい現実。さあラスト、気合の最後、終わりよければ全てよし、
最後は柳田でハッピーエンドとなるかどうか。前回のベストナインタイトルオーダーは最後3枚引きした。来てくれ。1ポチ入魂カモン。あー残念、極まりない。ほらもう残念極まりない。これも一人臭い。あでも前回もこんな感じで3枚引き来たからな。そう打て打ってくれ。もうそれだけが望みや。あー空振り絶対打てんなほんま。さあ高橋西田日本途中で来い。途中で来い。ああ栗原来い。ああ栗山。ああ一人か。来てくれ。かぶるのは絶対いらない。来てくれ来い。岡本まあまあいいでしょう。極みにできる。 OK。最低限被らなかったっていうところと、まあ S が5枚か。まあまあぼちぼちか。しかも森も取れたしね。あとは今のやつを回って契約書もらって取りに行こう。ということで皆さんどうでしたか。タイトルホルダーベストナイン、まあ被らなかったんでね、よしとしてこれを育てていきましょう。まあ全員ねメンバー入るかもわかんないんでね。まあでも残念。皆さんはどんなんですか。それじゃあ良い一日の幅グッデイ。